さて、あとは決勝だけど、相変わらず何の手がかりもないのよね。レッド、あんたなんか知らない？うん、知らない。自信満々に言わないでよね。まあ、期待はしてなかったけど。困りましたね。決勝さえ見つかれば、Kさんから情報がもらえるのに。すまない。聞こえてしまったんだが、君たち、決勝を探しているのかい？そうですけど、どちら様ですか？私は、この町の防衛隊の者だ。決勝なら、以前仕事で行ったダンジョンで見たことがあるんだけど。本当ですか？教えてください。お願いします。落ち着いて。教えてあげる代わりに一つ頼みたい仕事があるんだけど、どうかな？交換条件ってわけ？なんか嫌なやつの顔を思い出すわね。やります、何でもやります。よかった、助かるよ。それじゃあリビートリゾートってところにいるモンスターを退治してきてもらえないかな？どうにも私たちでは手に負えない相手でね、困っていたんだ。そういう面白そうな仕事なら私たちに任せてよ。すぐに退治してきます。帰ってきたら情報よろしくお願いしますね。こちらこそよろしく頼むよ。あんな感じでよろしかったので？うん、少しは疑ってくるかと思ったけど、意外と単純だったね。あるいはそれだけ切羽詰まってるのかな。こんな回りくどいことをせず、素直に教えて差し上げればよろしいのに。一方的な妥協はフェアなビジネスではないよ。とはいえ、材料がないと困るのはこちらも同じ苦肉の策というやつだね。ま、強いて問題点を挙げるなら、あの子にも同じ情報を渡してしまったことかな。